はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとね、昨日お風呂入ってた時に、僕左手、入院中にね、生体検査っていうので左手の皮膚を採取したんですよ。その甲の傷跡のところが、まあ、まだもちろん治ってなくて、なんかね、周りがね、赤くなってきて、ガサガサしてきて、まあ、もちろんクリーム塗ってるんですけども、ヒリヒリしてきたんですよ。ちょっとこれは怖いなと思って、まあ、まだちょっと電話は、ね、病院には相談してないんですけども、なんかこう今口の中が痛くなるのが抑えられてきて、喉もちょっと抑えられてきて、背中の痛みもまあまあないかなって思ってたんです。で、まあそういうね、拒絶反応、GVHD、 移植に対する副作用がなくなってきたなと思ったんですけども、どうやらちょっとこう痛い部分が移動していってるなっていう風な感じに思ってきました。まあ完全にね、そういう拒絶反応、副作用っていうのがない方が、それは体にはいいんですけども、体の中に出てくれるよりも、この自覚症状がある方が、まだ先生たちはいいって言うんですけども、痛いところがない方が、ええに越したことはないです。で、このままね、調子よく、白血病細胞も、このままキープ、寛解のままキープしていって、職場復帰できたらいいなと思ってるんですけども、まあそういうふうに、いろんなところに出てくるのは、これまたずっと続く感じなんで、経過観測やなと思って、何かあったらすぐ先生に相談してしたいと思います。まあ、昨日もね、先生に相談って言ったんで、まあ、このこともちょっと後々病院に相談しようかなと思ってます。そういう感じでした。今日はそんな感じでございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。